き島に到着しましたよ。はい、今回は忽那諸島の睦月島をご紹介いたします。趣のある集落内を散策していたら猫に囲まれて足を食べられたり、車で農道をドライブしていたら細い道で行き止まりになったり、海岸を歩いていたら謎の骨を発見してしまったりと、なかなかに大変な島散歩をしてきましたので、最後までぜひご覧ください。船の中って撮ったことない。売店もあるし、これが長島汽船長島です。すごい乗り心地がいいですね。あいにくの今日は雨なんですが、そうテンション低くてごめんなさい。雨なんだもん。あ、次の宇都宮で、宇都宮島の次に宇都宮島に着きます。はい、宇都宮島に到着しましたよ。天気がちょっと今雨上がっているけど、また雨降り出すっぽいんですけど、まあ、せっかく来たんでね、ちょっと宇都宮島を散策してみようかなということですよ、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、宇都宮島人の人口が160人ぐらいです、うん、ここが元保育園です。あ、これからでも多分中で、ね、確か使っとんよ今デイサービスとかで。へえ、確かに、ね、中は まだ使っていて多分綺麗なんですね。人口一番多い時期で1400人くらいぐらい言ってましたね。児童数も一クラス二学一クラス、まあ一学年ぐらいだから、うん、多分学年40人近くおった。小学校小学生もいたと当時は。うん、いや毎日でしょ。もう閉まってるね、さすがに。それは月曜までやっぱあったと思う。予約すればご飯食べれる。あ、そうなんですね、うん、ここには空き家調査来たんですよ。へえ、え、売れたんですか。そうだ、月曜まで人買ったんやね。あ、買ってやお店を出した。はいはい、長屋物作りが有名だ。これもどれのことなんだろう、よくわからないですよね。うん、お、砂浜めっちゃ綺麗。こんにちは。お、綺麗。砂浜めっちゃ綺麗だね。どうしたんこれ。青いな、中島より。でも綺麗だね。うん、真っ白な砂浜。もうゴミとかも全然ないじゃん。ね、ちょっと歩いてみよう、砂浜。ロングビーチだね、結構。うん。ここまで砂浜広がってる。え、本当にこんな漂着物ないってすごいですね。ね、なんでこんな綺麗なの？うん。ここちょっとあるからかな。なんか怪しげなものが立ってる。え、あれ自然に立った？なわけないですよ、あれは立たしてるっすよ。キャンプしたんかな。なんか海関係の仕事でなんか使うもの。うん、なかなか絶妙なバランスに立ってる。なにこれ、不思議なものが。これが大丈夫。え、あれ読めるんですか、この距離で。読める読める。2.3 ぐらいある。個人宅なのよ。 2.3 って変態でしょ。どっかの部族入ってた。アフリカかどっかの表札の名前を読めるよ。嘘でしょ。僕メガネで見えないですよ。何だか家じゃないから。うん。この奥の家がある。長屋の家も普通に進める。家なの？これは家でしょう。どうなの？いや、門だね。門だ。本当に？門。家じゃない。まだね、こういう長屋門の空き家ね、まあ出てないからね。あ、今まで。
は何枚ですか。棒あるか。棒か。うん。でも棒だね。うん。すごいんだけど。棒ですか。まあ、あれが奥に棒やかな。ああ、うん。でしょうね。なんかね、こうやって歩いてるとね、はい、住みたくなってくるんだよね。本当に？俺すぐ住みたくなってきたの。ここで生活したら、こっちなんかこんなかな。ああ。とりあえずアマゾンあるし、うん、そういう想像したんだよね。うん。いや、家本当にいっぱいあるね。うん。普通の1400人住んでるだけのことあるわ。あ、郵便局が。あります。水木郵便局。長楽庵はあります。なんだろうね、長楽庵。あ、読めないか。目が悪いから。あ、それ看板が出とるんよ。いや、看板あるのはわかるんですよ。ちょっとでもなんかあったらすぐ移動する。悪い癖がある、ね。すごいな、これ。超立派だね。すごいね、この草。おお、甲子園ぐらいあるな。あ、古い井戸。ある。本当は不動。ふ、古。手動の井戸、ポンプ、手動ポンプか。あんなのトトロでしか見んやつや。すげえ。へえ。車、どこ止めてんだろう、みんな。ここもまだまだ家がある。おお。なんか、ジブリ映画に出てきそうな。ね。雰囲気あるよね。うん。いいなぁ。行きたいなぁ。ここがあったら、あったら、あのね、山の方に行って、あ、はい、この山をぐるっと回る。あ、山が2つあるんだけど、この山の周囲をぐるっと回る道があるの、ここがあって、まっすぐ行ったら。やっぱすごいな、草が。あれも立ってるんだね。うん。だから向こうが透けて見える。すごいね。ほぉ。ねぇ、すごいよ。興奮してた。やりたいなぁ。あ、診療所あった。あった。診療所は、いろいろ決まったんです。各自動にね、回るんですよ。オンライン診療もある。犬好きは、カーと木だね。あぁ、はい、で、犬好きは、唯一の商店、立花商店。これ立花なんですか？クシの木じゃないですか？立花はあっちか。本当だよ。これは老いです。これが老いというの。俺感じ強い方だからね。あ、そうなんですか？中卒にしては。この外装すごいおしゃれ。かっこいい。ね、もう、すごいでかいよね。2棟ある校舎が。かつて一クラス40人の6学年だから6、7、20、240人ぐらいはいたのね。うんうん、ピークは。昭和30年頃から減っていったって。言ってましたね。あ、猫来た。あ、めっちゃ猫来たよ。すごい。やったじゃん、安くん。離島で猫に嫌われ続けた安くんがついに。こいつ。子猫やな。そうだね、まだ子猫だね、この子は。めっちゃ人懐っこいね。あ、え、こんなお腹見せるって懐くん早くないですか？お腹なんて普通猫見せんのに。にゃんにゃん。あ、噛んでるこいつ。臭いんよね、足は。かわいいな。本当。犬派ですか？猫好きよ。猫派？どっちかっていう。どっちも好きやな。あんまり。ただ実家猫飼ってたからね。うん。優勢かもしれない。猫ダントツで可愛いな、動物の中で。なんでか知ってる？え、知らないですよ。猫ってね、はい、子供の頃って、はい、まあ、童顔ってさ、顔のに対して目鼻が大きくて、おうおう、下の方についてる、ね。うん。顔面に対して。うんうん。猫って、大人になってもその比率が変わらないんだって。あー。犬とかは、最初キュッとなってるけど、だんだんこう。
はいはい。顔の大きさするじゃん。猫は大きさと比率が変わらないまま成長するから、へずっと可愛いんだって。すごい雑学いい。なんかで見た。へすっげえ気づいたよ。いや、全然いいっす。猫は。すごいね。じゃあね。猫も分かってるね。俺は優しくしないってことが分かってる、ね。俺には全然来ない。バイバイ。嫌いじゃないの。可愛いよ。別に冷血な人間だって。猫可愛いと思ってる。安静。え、何これ？ 8 月。吉日。はぁ。え、林。そう。総米なんて書いてあるんですか。トラ？トラっぽいな。トラ年のトラっぽいよね。うん。総米トラ。キラキラネームじゃない。総米トラ。なんだっけ、あのなんだっけ、さっきの見た岩田？あ、宮田米山。岩田米山の書記がこの先にあるんだったかな。ああ。思い出したわ。うん？散歩好きなんよ。え、多分散歩してなかったから忘れてたけど、俺散歩好きなんだよね。なお思い出すもんなんですか。自分の好きなことを忘れてしまうんですよ。これが老いですか。これが緑前寺、違うか、神社か、鳥居は神社、神社、ね、これが老いですよ。ここも安政6年、まあ、要するにここの神社は安政6年に建ったから、うんうん、やすきも寺社仏閣とかはどうなの。いや、大好きですよ。設計とかやってたらやっぱ、うん、いや、やりたいですけどね、できれば。お庭は立派だね。ね、安政6年からのこの威厳が漂ってるね。うん、眺めはいいね、やってくるんだていうか、家多いな、本当に。半分以上は空き家やろうね。でしょうね。ないんですけどね。何のこと言ったの。叩かれろ。いや、俺本当にそう思ってるんだよ。でも、はい、こういう神社とか、はい、お寺とか、はい、まあ、そういうこと、いろんな宗教自体は信じてはないけど、うん、行事とか文化とかそういう伝統はすごく好きで、特にその神社とか日本の神話とかさ、うん、面白いんだよね。もうそれってさ、はい、誰かが考えたお話じゃん。そうですね。それをね、ありがたいありがたいって信仰する理由は俺にはないな。ただ仏教も好きだし、好きなんだけど、うん、家は仏教。仏教、はい、真言宗か。真言宗いいよね。真言宗好きなのよ。かっこいいから。自分が死んだ後にね、はい、お墓に入れてもらって、自分の子孫が仏壇に手を合わせて、はい、供養してくれないと自分は浮かばれないって思う。ああ、うん、思うかも。あ、本当。うん。おお、じゃあいいです。見てるんだったらいい。それはね、俺の考えでは、はい、宗教、特に仏教。まあ、キリスト教でもそうだけど、その死んだ後救われるっていう考え方、はい、みたいなのがあるじゃん。これって、生きてる人たちのために生きてるような気がするんで、よく生きれば、死んだ後、うん、ね、幸せになれるとか、ね、自分の、例えばお父さん亡くなったら、あなたに幸せになってほしいよ、みたいな、うんうん。で、自分が拝むことで、自分のお父さんが幸せになれるんだったら何もでも拝む、うんうん。言い方を悪くすると自己満になるよ。まあそうですね、うん、だからあんまり信用しないっていうか。だって死んだことある人間がいないのに、うん、知り合いでいない。確かに。もうこの間キャッシュレスしたのここだ。うん、え、そのフェリーがギリギリやった時。そうそうそう。ああ、これいい家やった。うん、あれってかリュウさん傘は持って来たんですか。神社から神社だね。まあ、後で車で行ったら近くまで上がろう。あ、
そう、パーマ、美容室だ、パーマって書いてある。あー、パーマ。へぇ、やったらね、あれタバコ、あれをやってそうだね。いや、ちょっとこれ、薄いってことね。うん、買えるんだね、多分ね。うーん、へぇ、タバコあるんだ、タバコじゃないし。まあ一回置いてから行くしようか。50分歩いたね。うん、はい、むずき島で唯一今やってるお店、なんだっけ、くすのき商店ですね。邪魔します。安くんが買い物してますね。酒やらちょっとした菓子パンとカップラーメン、インスタントラーメン、天ぷら粉、私はこれを買います。はい、これお願いします。ありがとうございました。お店の前にベンチがあるから、ここでちょっと一服休憩ができますよ。エリーゼを食べようか。よいしょ。怖え。帰れなくなったらどうする。あ、じゃあもう行けれんのか。ちょっと待って、ちょっと見てみようか。一回突っ込みます。これいや無理やろ。